カール・ハインツルン・メニゲは、ドイツ出身の元サッカー選手。元西ドイツ代表。ポジションは FW。主にブンデスリーガの FC ・バイエルン・ミューンヘンでプレーした。1980年、1981年と2度のバロンドールを受賞し、その著しい活躍からミスター・ヨーロッパとも称えられた。引退後は、バイエルン・ミューンヘンの住職を歴任している。 1955年、ノルトベストファーレン州、リップシュタットに生まれた。1963年、地元のボルシアリップシュタットでサッカーを始めた。1974から75シーズン、デッドマール・クラマーの勧誘により、バイエルンミューン編ンに入団。9月7日、ポカールの VFB シュトゥットガルト戦で公式戦でのプロ初ゴールを決め。 リーグ第4節の1、FC ケルン戦でブンデスリーガ初ゴールを決めた。また同シーズンには UEFA チャンピオンズカップで初優勝を果たした。1975から76シーズンからレギュラーポジションをつかみ UEFA チャンピオンズカップ連覇。インターコンチネンタルカップでも優勝。10月6日ウェールズ戦で西ドイツ代表デビューを飾った。 1979から80シーズン、リーグ戦では、第34節のアイントラハとブラウンシュバイク戦での、ハットトリックを含む、トータルで26ゴールを決め、初のブンデスリーが得点王を獲得した。1980から81シーズン、リーグ戦では、第12節の1、FC ニュルンベルク戦、第28節の MSV デュースブルク戦、 第33節のボルシア・メンヒエングラートバッハ戦とサンドのハットトリックを含む29ゴールを決め、2度目のブンデスリーが得点王を獲得。また12月にはバロンドール受賞。1981から82シーズンバロンドール受賞。ブンデスリーが DFB ポカールの2冠達成した。ポカール決勝の 1FC ニュルンベルク戦では1ゴール1アシストを決めて、 優勝に貢献した。西ドイツ代表時代1983から84シーズンリーグ戦では、第7節の SV バルトホーフマンハイム戦で、ハットトリックを、第21節のオフフェンバッハ戦では4ゴールを挙げ、第22節のブレーメン戦では、弟のミハイルと共にゴールを決めるなど、トータルで26ゴールを決め、ブンデスリーガで三度目の得点王を獲得し、ブンデスリーガ、 DFB ポカール2冠を達成したが、このシーズンでバイエルンを退団、以降母国のクラブでプレーすることはなかった。ブンデスリーガでは通算310試合162ゴール、ポカールでは42試合25ゴールの成績を残した。1984から85シーズン、8月に600万ユーロでイタリアのインテルミラノへ移籍。8月22日のコッパイタリア。 SPL a 戦で移籍後初ゴールを挙げると、セリエ A 第8節のユベントスとのイタリアダービーで、セリエ A 初ゴールを含む2ゴールを挙げた。2シーズン目には、リーグ戦では13ゴール、年間トータルでは19ゴールを挙げたが、3シーズン目は、怪我に悩まされ、年間トータルでわずか24試合6ゴールに終わった。1987年、スイスのセルベット FC へ移籍し、 二シーズン後の1989年に現役引退。西ドイツ代表では1976年10月6日、ウェールズ戦でデビュー。1977年10月8日のイタリア戦で代表初ゴールを挙げた。1978年、ワールドカップアルゼンチン大会では1次リーグのメキシコ戦でワールドカップ初出場を果たし、2ゴールを決め、二次リーグの オーストリア戦でも1ゴールを決めたが、2次リーグで敗退し、準決勝には進出できなかった。1980年の UEFA 欧州選手権では、決勝のベルギー戦で、ホルストル・ベッシュの決勝ゴールをアシストして、優勝に貢献した。ワールドカップスペイン大会では1次リーグのアルジェリア戦で1ゴール、チリ戦では、ハットトリックを決め、 準決勝のフランス戦の延長戦でもゴールを決め、決勝進出したが、決勝でイタリア戦ではゴールを決められず、チームも破れて、準優勝に終わった。1986年、ワールドカップメキシコ大会決勝のアルゼンチン戦でもゴールを決めたが、2から3と敗れた。大会後代表を引退、同試合が代表最後の出場であった。1982年、 1986年、大会とも怪我を抱えながらの出場ながら、3大会で、計19試合に出場して9ゴールを挙げ、2度決勝に進出したが、どちらの大会とも敗れ準優勝に終わった。代表通算では95試合45ゴールの成績を残した。1990年から、ドイツ公共放送連盟の解説者を務めた。1991年、 バイエル・ミューンヘンに副会長として復帰2002年フランツ・ベッケンバーガーの後任として同クラブの代表取締役会長に就任2004年にベレが選ぶ偉大なサッカー選手100人に選出される国際サッカー歴史統計連盟ありがとうございます